姉ちゃんとパパとママとお姉ちゃん俺お姉ちゃんいねえわ。こないだのネオアマゾンズドライバーの時これやるの忘れてたからね。だから今やった。はい、というわけでどうもこんにちは、岩下スティーフンです。いやー、もうタイトル見てわかるでしょう。方々を探しました。そして手に入れました。こちらドン、仮面ライダービルド総動ビルド2ライトローグです。前のこいつら総動ね、紹介した時にね、手に入らなかったんですけど、運よく見つけることができました。割とね、普通にコンビニに売ってました。多分ね、田舎だからだろうな。発売日の次の日ぐらいにこれね、買いに行って一回コンビニ回ったんですよ。それからしばらくしてもう一回そのコンビニに行ったら今度はあったんだよね。だから田舎特有のこの流通の遅れ的なのが逆に手に入れられるきっかけになった感じかな。ワンカートン、そのアソートの中にこれ1個しか入ってないんだよね。他のフォーム、確かパンダだったかな、コメントの方でも教えてくれた人いたんだけど、このパンダ部分もアソートで1個しか入ってなかったみたいで、これもある意味ナイトローグぐらい貴重じゃ貴重なんだよね。そりゃあ争奪戦になるわな。そして転売屋に狙われるわな。メルカリの方で見たんだけど、どうもね、これ1個ここでだいたい相場1000円前後で売ってるのがほとんど。これがもともと410円だから倍ちょいぐらいの値段で売ってるね。転売屋のね、その稼ぎに加担することは良くないな。そういうのは、俺が欲しいものを転売するやつは邪魔なんだよ。転売屋なんてのはね、首の骨が折れる落として砂になっちまえばいいんですよ、どっかの草加みたいに。で、あとこれナイトローグ以外にもビルド1で手に入れ損ねてたこちら、ソウジェキとハルネズミ、この2個も手に入れてきました。これでビルドのソードシリーズ今んとこ出てるのは全て手に入りましたね。はい、改めてね、今回の収穫、ナイトローグどんな風に入ってんだろうな。よいしょ、ほいほいっと、ほい、お、ラムネ、明日の朝ごはん。ハーフボディとかないからほぼ完成体が入ってるね。ちょっとこっち向けて。とりあえずこれが内股、これがシールを貼る前の状態だね。いやー、いいね、この状態でも十分かっこいい気がするね。メインカラーがブラックなんだけど、こっちのビルドの方の黒い部分は見てわかる通り普通のツルツルしたプラスチックな感じなんだけど、ナイトローグの方はちゃんとこうマットな質感になってんだよね。で、今シール貼ってない状態だけど、割とここの腕の配線みたいなコードのところとか、両肩についてる、あと首元にあるここのパイプ部分、あとここのヒレみたいなところもちゃんと塗装されてるんだよね。割と塗装細かくない？ここの腕のところまで塗ってくれてるのはかなりありがたいね。で、頭のところにも赤と緑のこのコードっぽいのがちゃんと塗装されてる。じゃあちょっとこいつにシールを貼った。あとハリネズミと掃除機も作った。そしてラムネも食べた。上血、ミスト、マッチ、バッ、バッバッ、ファイヤー。というわけで改めましてこちらナイトローグ、シール貼るとよりかっこよくなったね。ちなみにシール貼った部分はほぼ上半身でしたね。下半身の方には特に何もシールつけなかったね。実際の劇中のデザインのナイトローグも足の部分はなんだろう、ボタンみたいなところに銀色が入ってるぐらいでほぼ黒なんだよね。だから目立つ部分で言ったらここの胸のバット部分と目のバット部分、腕では配線の部分塗装だったけど、ここのところはなんかシールを貼る仕様になってたね。で、あとこれね、武器のトランスチームガン、ここの黄色い部分とここのフルボトル部分がシールだったね。ちなみにこれは別のについてたスチームブレード、ブラッドスタークが持ってる武器だけど、特にトランスチームガンと組み合わせるっていうようなギミックはないね。多分合体したやつは個別に出たりするのかな。はい、それでシールを貼った部分のこれ目のところのコウモリ部分ね、ちょっと見えるかわかんないけど、うっすらね、この本当人間の目の形をしたような色の違いがあるんだよね、ここのところに。多分ここのコウモリ部分はゴーグル的な感じで、ちゃんとした目はこの下にある感じなのかね。何せよかっこいいね、この顔。そして胸の部分のコウモリ、あんま詳しくないけどバットマンも確か胸にコウモリマークあったよね。変身というか上血した後はここの金色のコウモリ両方光っててすっごいかっこよかったんだよね。で、あと基本的な稼働は他のビルドたちと同じなんだけど、違うところって言ったらここの肩の部分の肩アーマーかな。ビルドたちはこう完全に肩にガボッと覆いかぶさってる感じだったんだけど、
こっちのナイトローグの方はもう肩にこうついてるんだよね。だから可動はこう上下に動くぐらい、あんましこうパッカパッカ動く感じではないけど、それでもねちゃんと可動には干渉しないようにはなってるんだろうな。いやーナイトローグも今後どうなるんだろうね。仮面ライダードライブの魔人チェイサーね、チェイスをちょっと思い出すところはあるよね。チェイスもこれそのコウモリつながりでね、そのうち君は仲間になるのかな。で、あとこちらハリネズミと掃除機トライアルフォーム、この2つもちゃんとねテレビ放送で最近になってベストマッチがもう判明したからね。こっちの白いハリネズミの方はハリネズミと消防車でファイヤーヘッジホッグっていうね、あれだね、ロケットパンダと一緒でまた動物側が後ろに来たね。で掃除機の方はライオンと掃除機のベストマッチでライオンクリーナーと、多分次の騒動のビルド3の方で出てくるのかな、その2つは。であとこれ顔のところだけど、ハリネズミと掃除機、こっちの掃除機側のシール貼るの超難しかったわ。これ掃除機えらい長いよね。もう腕下に下げると地面につくからね。まあ掃除はかなりこうしやすそうだけどね。いやでもこうやって見るとあれだね、この2つ合わせちゃうと両手全然使えなくなるじゃん。生活に支障出まくるねこれは。どっちか片方は開けときたいよね。であとこれね、掃除機の方にこれドリルクラッシャーのガンモードの方が入ってきました。一応これブレードモードのやつもあって先端のドリルがよいしょ取れるんだけど、特にこうくるって回してつけられるっていうギミックがなかったから、もうこれにおまけでついてきて、こう両方のモード別々っていうね、ドリル部分が心なしか小さくなってるね、ガンモードの方は。はい、というわけで今回はこちら仮面ライダービルドの騒動ビルド2のナイトローグとビルド1の掃除機とハリネズミのやつ手に入ったという動画でした。とりあえずねナイトローグがちゃんと定価で手に入ってよかったです。次のビルド3ではブラッドスタークとか出てくるのかな、また争奪戦になりそうだな。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。あ、一応ねナイトローグ腕外せるから他のビルドから腕もぎ取ってこんな風にね装備もできます。これは楽しいわ。